1から10の点数をつけるのであれば、日本はどの程度清潔だと思いますか？8点。7点。街にもよると思うんですけど、まあ、ここの渋谷だったら6点ぐらいだと。ちなみに全国だったらどう思いますか？全国だったら7、8点、8点ぐらい。8です。やばい、10とか結構自信持っちゃうかもしれない。まあやっぱり他の国と比べてにはなっちゃうと思うんですけど、その海外の人から結構やっぱり日本綺麗って言われることも多いし、生活しててもそんなにあまり汚いって思うこともないですし、なんか、室内とかだったら結構靴を脱いで過ごすところとかも結構多かったりするので、結構清潔なイメージです。あんまり綺麗と思ったことはなくて、なんか汚いところは汚いけど、まあ、人が多いところは綺麗なんじゃないかなって思います。駅とか公衆トイレが日本は割と綺麗なんじゃないかなっていうイメージがあります。他の国に比べたら、まあ、綺麗な方だとは思います。私はオーストラリアとフィリピンに行ったことがあって、やっぱ日本だとそういうボランティアの活動をしてる人がいるから、こうゴミを拾ってくれたり してる人がいるから綺麗なのかなみたいな。最近アメリカのトーク番組の司会者ジミー・キンメルが日本を訪れ、アメリカと比べて日本がどれほど清潔か信じられなかったと語りました。彼の反応についてどう思いますか？すいません、彼知らないです。ジミーさん知らないです。でもなんか有名なアメリカの番組、あのトークショー番組があるんですけども、まあ、そういったようなその大物っていうか、そういったような人が日本に来てそんなに清潔感があるっていうことに驚いて、どう思いますか？嬉しいですね、やっぱ日本人として。いや、それはとてもいいことだと思いますよね。まあ、それによってまた観光の人が増えてくれば、日本もやっぱりこういうふうに活気が出ると思うので、それは非常にいいものだと思います。はい。アメリカ、アメリカはそんなにゴミが落ちてるんですかっていうくらいですね。なんかこれがうちらにとって当たり前だから、でもそれでもちょっと汚いって感じるから、どんぐらいなのか知りたいなって感じです。はい。日本が清潔であることが世界的に知られているのはなぜだと思いますか？この認識はどこから来ていると思いますか？あ、でもやっぱワールドカップとかでゴミ拾いする日本人とかっていうのが結構海外で話題になってるとか、そういう部分から日本人のこう綺麗好きっていうのが広まったんじゃないかなっていう風に感じてます。やっぱ勤勉な印象とかが日本人にあると思うんで、やっぱそういうとこからも実、まあ、綺麗なんじゃないかなって思う人も多いのかなって思います。まあ、食の文化だと思いますね。箸の使い方とか、やっぱ食食べ方とか、やっぱそういうところでやっぱ綺麗なのかな、清潔感がある国なのかなって僕は印象を、思いました。ありがとうございます。どこから来てるんですかね。でもさっきのなんか文化的にその建物とかも日本人って昔からやっぱり靴を脱いで過ごしたりっていうのが基本だと思うんですけど、海外の方って結構靴を履いたまま、最近ではなんか靴脱ぐのも増えてきたって聞いたんですけど、そういう文化のやっぱり違いがあるのかなって思いますね。なんかトイレのイメージでウォシュレットとか、日本のトイレを海外で使ってるとかよく聞くんで、そういう常に清潔に保つ機械の開発だったりとか、まああとはなんか結構日本っておもてなしみたいなのがイメージ強いと思うんですけど、まあ、それに付随して来る人がなんか楽しいというか快適に過ごせるように常に綺麗にみたいな感じなのかなと思います。海外だとアメリカと韓国に行ったことあるんですけど、あとシンガポールの方でゴミ捨てるのが違法だっていう罰金を取られるっていうので、まあ、そういう姿勢もいいと思うんですけど、日本はそういうシステムがない中でもうゴミがあんまり落ちていなかったりするので、まあいいのかなと、はい、思います。日本が綺麗なのはポイ捨てをすると重い法的罰則があるからだという人がアメリカにはいます。例えば公共の場で、ポイ捨てやゴミ捨てをすると5年間の刑
懲役刑になる可能性があります。これは本当ですか？わかんないです、すいません。ちょっとあまり知識が深くないせいかあまりよくわかってない。いや、というよりかは法的拘束力とかじゃなくて、どっちかっていうと幼い頃からおじいちゃんとかおばあちゃんとかに物には一個一個魂が出るだとか、そういう古くからの教えをみんな聞かされてるからだと思うので、はい、特に法律が縛っているとかではないと思います。罰金とかあるんだと思うんですけど、そんなみんな捕まるからポイ捨てしないとかそういうんじゃないと思います。なんかモラル、マナーみたいな、そういうのはやっぱみんな重んじてるのかなって思います。ああ、僕もそう思います。そうですね、聞いたことは特にないです。ただ、まあ、ポイ捨てしてる人を見ると、あの人良くないなっていう風習みたいなのはありますけど、罰金とかは特に聞いたことはないです。そしたら知り合いの中でその罰則とか逮捕されたとかそういったようなことはないということですか？ないですね。法律的な問題でないのなら、あなたから見てなぜ日本はとても清潔だと思いますか？文化的なものなのでしょうか？僕は文化的なものだとは思ってますね。で、まあ、ポイ捨てもされてるっちゃされてるんですけど、場所が限られてるんですよ。ゴミ捨て場みたいになってるところで、ゴミが捨てられてるようなところじゃないと捨てられないので。何か日本の歴史でこういったような文化が、出てきたわけですか？どこから来てるんですか？どこから来てるんでしょうね。でも周りがやって結構同調する傾向があって、日本人って、まあ、周りがやってないからやらないっていうのはあるかもしれないですね。でそれがずっと続いてってやらなくなったっていうことはあるかもしれないですね。歩道に物を捨てたくなることはありますか？ラップとか小さなポイ捨てなどは。まあ、ありますけど、綺麗な場所にはやっぱ捨てれないですよ。あります。実際に自分に罰が下るっていうふうに思わないけど、まあ、周りの目とかそういう周りの印象的に良くないかなって思う。まあ、したくなることはあるんですけど、まあ、しないようには気をつけてます。僕もしないようには気をつけてます。もし捨てたらどうなるかご存知ですか？何か問題になると思いますか？まあ、そうですね、やっぱちっちゃなゴミでもみんなが捨てちゃったら、こう他のアメリカの道とかみたいになっちゃうと思うんで、そういうところはまあちゃんと僕も気をつけたいなって思います。なんかあんまり物を外に捨てるっていう、ゴミ箱があるのでゴミ箱に物は捨てるっていう考えだったので、街中にポイ捨てはあんまりしないし、しようとも思わないって感じです。それは何かその、まあ、警察に捕まれたりその罰金とかなるからっていうことですか？いや、そういうわけでもなく、ただその私の価値観だとは思うんですけど、物を路上に捨てるっていう価値観じゃないからなのかなって思います。その街が汚くなっていく姿を見たくはないので、多分ゴミ箱を例えば自分で設置してそこに捨てるとかにすると思いますね。ではもしあなたがゴミを捨てたくなったとして、誰かが見ているか見ていないかによって違いはあるのでしょうか？確かに人を見られてるって思ったら余計にそういうことはしなくなる気がします。なんて言うんでしょう、恥ずかしいっていう気持ちが多分芽生えるんだと思うんですよ。なんか何か、あ、物捨てたなって思われると思うので、だからそれは多分見られているか見られてないか結構大きく影響を受けると思います。基本的にはバッグに入れて家に持って帰ろうって思うと思います。全部ポッケとかちっちゃいゴミは入れるんで家帰ってまとめて捨てたりします。偉いですね。日本ってお花見って文化があるんですけど、外で飲むみたいな、ゴミもちゃんと持って帰ったりとか、あと渋谷でなんかハロウィンイベントみたいな、めっちゃみんな散らかすんですけど、やっぱり朝方こう拾うボランティアの人とかがいるから、そういうのを思うとポイ捨てとかしたくならないかもしれない。なんか罪悪感も生まれますね。ちょっとゴミ捨てることに対する、そういう言ってたなんかその拾ってる人とかもいるんで、そういう人にこうやっぱり手間をかけてしまうし、罪悪感感じるんでないですね。つまり現在の日本社会にはないのですが、多くの移民が入ってくると物事が少し混沌としてきて、それゆえ清潔でなくなる可能性があるということでしょうか？ああ、もう本当にその通りで、実際
あの川口市とかはクルド人最近話題になってますけど、実際そのゴミがすごいってこう SNS でも流れてたりするんで、それはもう結果として現れてると思います。まあ、そうなっちゃう可能性もあるんだろうけど、まあ、ない日本が好きで日本に来てるんだったら、まあ、そういうことはしないのかなって信じたいですね。僕も信じたいです。とてもありがとうございます。日本に長く住んだら日本の文化が染みついて同じようになるんじゃないかなと思うんですけど、あんまり深く考えたことはなかった。なんかそっちっていうか移民の方たちが好きなようにやったらそうなっちゃうかもしれないけど、ちゃんと日本人がゴミはここに捨てちゃいけないとかそういうのを言って、それが理解し合えればそうはならないかなと思います。なんか日本でたまに外国人観光客のちょっとマナー違反みたいなのがニュースで取り上げられるんですけど、でもなんだ、知らないからできないっていうかやってない、結局そのマナー違反ってなるけど、まあ、日本のそういう文化を知らないからそうだだけであって、多分知ったりとか自分の国に住んでたらこれが当たり前で、私もこの清潔感が当たり前だと思って海外に行ったら、え、そうなのみたいな思っちゃうこともあるかもしれないんですけど、逆に来てもらって、え、こんな綺麗なのみたいななって、まあ、自分の家とか国に帰って、あ、ちょっと変えたいみたいな思えば全然、まあ、お互いのこと知れれば変わるかなみたいな思います。小さい頃から清潔にすることについてどのような教育を受けてましたか？そうですね、まあ、よくあるのが、物はポイ捨てしちゃダメだよとか、自分が使ったところはきれいにしておこうねとか、そういうことは小さい頃から、まあ、学校でも家庭でも教えてもらいましたね。野球のスーパースターである大谷選手がどこに行ってもゴミ拾いをする理由はこれが原因かもしれません。またオリンピックやサッカーの試合会場で日本の観客がゴミを拾うのはなぜでしょうか？なぜそうするのですか？これも日本人の文化の一つだと思ってて、まあ、先ほど話したんです、なんか話してるんですけど、やっぱりあの使ったところをきれいにしようっていう、まあ、ことわざもあるくらいに、日本人は自分たちが使ったところをきれいにしよう、で後の人に気持ちよくなってもらおうっていう、まあ、思いだったり、まあ、文化的な背景、まあ、民族性があるので、やっぱりその自分たちが使ったところは片付けて、できれいにして、で他の、まあ、片付けとかする人の仕事を楽にしてあげたりとか、まあ、他の人が気持ちよく使えるようにするっていうのが根付いてると思うんですよね、文化として。なのでやっぱり海外のサポーターとかも片付けるし、まあ、僕も片付けますし、まあ、ある意味当たり前のことだったりしますね。昼休みとか放課後に何人かずつ必ず教室とかトイレとかを掃除するっていうのがどの学校でもあると思います。自分が使った場所をきれいにするとか、感謝の気持ちも込めてこうきれいにして帰るっていうのはあるかもしれないです。これは教育面なのかもしれないんですけど、小学校、中学校、高校、まあ、幼稚園とか保育園の時から多分掃除の時間ってあった気がするので、そういう時間を小学校の間とか中学校の間とかに設けていれば身につくのかなって思います。まずより厳しい法律が必要だと思いますか？別に厳しい法律はいらないと思います。でもやっぱりそういう教育されてきた多分習慣っていうか、もう身についてるものがありますし、あと立つ鳥跡を濁さずでしたっけ、そういうことわざとかもあるんで、なんかあの小学校の先生とかにもあの使う前より綺麗にしろみたいなのを言われてたんで、やっぱりそういうのがみんなあるんじゃないかなと。そのことわざの意味をもう少し説明いただけますか？そのことわざで本当に丸々覚えちゃってたんですけど、どういう語源なんですかね？ググる？ちょっとググれば。そしたらその間にどうですか？なんか、なぜ日本人がそうやってあの会場とか試合会場をきれいにするかどうかについて答えていただけますか？でもまあ選手が使うとこだから選手を応援してるわけですし、まあ、少しでも綺麗なところで過ごしてほしいともあるのかなと。あとやっぱシンプルに気になるかもしれないです。私もゴミ落ちてたらみたいな気になるかもしれないんで、
そういう気持ちでなんかちょっとでも綺麗になればいいなみたいな感じでやるのかなって思います。ありがとうございます。どうですか、もし見つからなかったら大丈夫ですよ。え、これですか。でも水鳥は主に池や湖の水辺に生息しており、そこである程度生活するとまた違う湖や池に飛び立ちます。その際に水面が濁っておらず元のように美しかったことが勝つ鳥跡を濁さずの由来とされているのですって書いてあるんで、多分まあ自分たちが生活するところだから綺麗っていうか汚さずに、まあ、いろんなところ、しかも多分鳥が行くから、まあ、結局またそこに戻ってくる可能性もあるってことなんで、多分綺麗に使ってるんだと思います。やっぱり綺麗にすることによって、まあ、心もクリーンになるっていうような意識はあると思います。あと結構自分のサラリーマンとかだとトイレを必ず綺麗にしようっていうのが習慣でありますね。はい、その心をきれいにするっていう、それをもうちょっと説明いただけますか。まあ、きれい、まあ、例えばトイレ掃除とかきれいにすることによって一日の始まりが、すっきりした状態で始まるので仕事に集中ができるみたいなことですね。はい、最後に何か意見とか共有したいものはありますか。はい、まあ、このインタビューなのでもっと皆さん海外からぜひ日本に来てください。もっと実際来てみるといろんなことを知れると思うんですし、こういった渋谷に今大勢の外国人が来ているので、ぜひ一回この凄さをと、あとこの清潔感を見ていただければと思います。本日は以上となります。ありがとうございます。